皆さんこんにちは。優しいおじさん黒犬と申します。61歳なんですけれども、1年前に肌荒れの方に引っ越してきました。東の方に引っ越してきたんですが、ここは暖かい、何でしょうか、音楽にとても暖かいということを、感じています。皆さんがこうやって聞いてくれるのをとても嬉しくなっていますので、よろしくお願いします。60歳を超えてから、まあ、アマチュアのミュージシャンをやっています。こちらの活動はインターネット、YouTube の方で、確認できますので、ひらがなの黒犬で弾いていただくとありがたいです。そしてまず、60歳ということを今前に出したので、1973年の、コマーシャルソング、三ツ矢サイダーの曲覚えてるか、あの辺はちょっと見てるので、この辺のあたりで、覚えてる方いらっしゃると思いますが、こちらの方が皆さんちょっとね、知ってる方は口ずさんでいたんですけどね、ところにニコイ癒しが来ますので、そういう作りになってますので、知ってる方はどうぞ。あなたがじっと来るときは私もじっと来るんです。
優しいおじさん、少しエッチな優しいおじさんです。
そうですね、サザンオールスターズの桑田さんが、ゼロ戦のパイロットたちに向けて作ったという難しい曲ですが、いい曲なのでこれやらせていただきます。